現在はホーム追い風コンディション強く吹く中でのレースとなります。ボートレース三国坂井市政18周年記念、今シリーズは男女混合戦シリーズ初日の競争、競争水面続いては第7レース予選競争です。なおこのレースも引き続き強風のため安定板を使用してレースが行われます。対戦メンバーは1号艇斉藤優、2号艇高倉浩太、3号艇鈴木重隆、4号艇岡崎康弘、5号艇大場聡、6号艇深尾智恵、以上のメンバーです。インコースゆっくりと向かっていくのは1号艇斉藤優、本日はこの絶好枠からの1回走りです。2コースには2号艇の高倉浩太、3コース3号艇の鈴木重隆です。鈴木も本日このレース1回走りとなっています。4号艇岡崎康弘引っ張って4コースです。2年前にこのタイトルを制しています。5コース5号艇の大場聡は前回当地参戦時優勝を果たしています。6コース6号艇の深尾智恵、3対3と2つに分かれました。ここは4号艇の岡崎康弘人気の中心です。スタートまで10秒を切っています。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6号艇の深尾、4号艇の岡崎、好スタートを切っています。好スタートからまくりに行く構えは4号艇の岡崎、1号艇の斉藤ですが抵抗できない。内からは2号艇高倉、3号艇の鈴木、外には6号艇深尾も、先頭争いは2号艇の高倉と4号艇の岡崎、この2艇の争いに迫る5号艇大場、そして内からは6号艇深尾と3号艇鈴木、離れた外は1号艇斉藤、スタート正常です。一周リマーク、2号艇の高倉先前、握っていくか。6号艇深尾に内から切り込んだのは4号艇岡崎です。2番手先頭4号艇の岡崎と2号艇の高倉、この2艇の争い、うち4号艇岡崎わずかに前、3番手ですが5号艇の大場に1号艇斉藤、間からは6号艇の深尾が続きます。内から4号艇の岡崎が先に旋回、2号艇の高倉その後ろ、3番手は5号艇の大場が優勢。現在上位体系は4番2番5番です。先頭と2番手の定価は約4艇身と差ができまして、その後ろも4艇身差、5号艇大場3番手の4双5、先頭4号艇の岡崎がこれから2周にマークを旋回です。2番手には2号艇の高倉浩太、3番手5号艇の大場聡と上位体系は4番2番5番、ホームストレッチを戻っています。離れまして1号艇の斉藤が4番手、内外に3号艇の鈴木、6号艇深尾が最後方で最終周回です。先頭争いを制した4号艇の岡崎康弘、2番手は2号艇の高倉浩太、3番手に5号艇の大場聡と上位体系は4番2番5番です。4双5ですと3連単は22倍です。人気に応えまして4号艇の岡崎康弘先頭でラストターンマークを旋回です。2号艇の高倉浩太は2番手、うち小さく回って5号艇大場聡が3番手の4双5、第7レースゴールです。先頭4番岡崎5輪、2番手2番高倉5輪、3番手5番大場が5輪、3番鈴木、6番深尾、1番斉藤がラストでゴールインです。